讐はどうなったんだ。諦めたのか。私を殺すんだろう。だったらここへ降りてきて恨みを晴らせ。人思いに殺してはもったいない。苦しめてやる。苦しめ抜いてやる。いつまでも俺と妻の受けた苦しみを味合わせてやる。死の惑星の奥深くに永遠に閉じ込めてやる。生き埋めだ。生き埋めにしてやる。ゴー！ゴー！こちらサービック隊エンタープライズ、聞こえますか？こちらサービックエンタープライズ、聞こえますか？意識が戻ったぞ、忠告。応答願います。ダメです、提督。妨害されて通じません。命令に従っていればエンタープライズはもういないし、背いていればカーンの餌食だ。どっちにしても助からない。わからないわ。原因は一体何なの？カーンは何者なの？話すと長くなる。時間だけはたっぷりあるよ。食料はあるか？とりあえず腹ごしらえをしよう。こんな時によくそんなことを思いつくな。常にサバイバル優先だ。ジェネシス洞窟に行けばあるわ。食料には事欠かないはずよ。死ぬまで。これがジェネシスかと思った。これ？この洞窟は軍隊が宇宙服を着て10ヶ月がかりでやっと作ったのよ。でも私たちの仕事は1日で終わったわ。デビッド、ドクターとサービック隊に食料をお見せしたら？僕たちがいちゃ邪魔か？そんなことはない。追っ払うための口実ができたな。どうぞ。提督。君の教官のスポックの口癖は、どんな時にも可能性を信じるだ。君に言われたから別れたんだ。なぜ黙ってた？まだわからないの？私たちの間に共通のものがあった。それぞれ自分の世界に生きていたわ。子供は自分の世界に置きたかったの。父親と一緒に宇宙を駆け回ったりしないで。